さあ今回はこのどうも皆さんこんばんは。今回はこのマーベルアベンジャーズオリジナルのスパイダーマンコスチュームを使ってね遊んでいきたいと思います。結構これもかっこいいんだよな。結構色がね特徴的ですね。深めの赤と言えばいいのかな。ちょっと今影で見にくいんですけど、明るいところに行けばね一目瞭然なので。カマラと仲良くしてくれてありがとう。周りに若い人がいると楽しいと思うの。本人は認めなくてもね。ミームがわかる人間がいるのが楽しいだけだよ。それか SNS に詳しい人間ね。ミームくらい私もわかるわよ。あなたに送ってないだけで。傷つくな。雲同士仲良くすべきだと思うよ。なんか話してるね。どれ行こうかな。まあできれば昼とかがいいんだけど、これ行ってみる。苦しみの訪れ。結構スパイディのレベルも上がってきたからね。行きましょう。活躍してくれるでしょう。クローの軍がワカンダ領内を我が物顔で練り歩いてる。お呼びじゃないって懲らしめてきて。着陸地点の近くに敵のグループがいるみたい。正確な位置を送るね。やっぱ明るいところだと分かりやすいかな。スパイダーマンと密林。何か企んでるはず。一乗。で、このアイコニックなんですけど、ブラックウィドウマンスーツというものがあってですね、ファーフロームホームに結構似てんだよね。空張りの違いなんだけど。送るわ。調べてくれる？まあでもファーフロームホームスーツは来そうでね、楽しみだから取っておきたいですね。買わずに。逃げるならまだ間に合うの？いいの？クモがクモを倒してる。そう考えるとウィドウもこいつは倒すってことになるのか。同類倒すってことになるのね。考え直せばよかったの。多いなおい。あれ、よし。あ、でっかいの来てる。どっから来た君たち。いける。ちっちゃくなってる。ピム粒子やってんの誰だろうな。いいぞ。はい、動けません。意外ね、この技でかいやつに対してはヒット数が上がるから強いかも。いや、ちょっと多いな。動かんでくれ。いや、にしても雲多くないですか。雲が雲をやる。
はい、オッケー。はい、止まろうね。またパトロールをしとる。よし。何度言ったらわかるな。クローの手先が近くにいる。もう何体いたかな。10体以上いたよな。よし、楽しむぞ。いたわ。ワガンダに来たことを後悔させて。バレてない。あ、バレた。あ、まずいのいる。どういった。このドローン出してんの誰だ。そいつからやろう。あ、こいつだ。とっ捕まえるぞ。ストラテジスト、ストラテジスト言いにくいな。こいつからやっちゃいましょう。アイアマン、何もできまい。瞬殺。ちょっと待って、でかいのも来ちゃったよ。どうしよう。おっ、これずっと動けないんじゃね。フルで当たるとほぼずっと高速無限ループってやつですね。ナイスキック。いいよ。当たらなければどうということはないんですね。殴るな、このカバめ。カバじゃないか。てかクローのパトロールどこ行った？他のやつ。いた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 。なんかみんな意外と倒してたわ。うわ、雲が雲に引き寄せられている。クローのエリートもこれまでね。やたらと動くなこいつら。しぜ。大丈夫か。心配するな、俺がついてる。キャプテンマーベルいつ来んだろうな。お疲れ。多分次 DLC のキャラクターで来るとしたらキャプテンマーベルかな。おい、回ろうね。向こうは赤っ端だね。さ、倒しました。意外と早く終わったな。苦しみの訪れ。やっぱこのスーツいいな。かっこいいね。頭のないロボットやその飼い主なんかワカンダの敵じゃない。もちろんアベンジャーズにとってもね。やっつけてくれてありがとう。アイテムがいっぱいになったようです。消しておきましょう。ウェブシューターがだいぶ強くなりましたね。いいですね。なんかレジェンドはさ捨てにくくなっちゃうよね。
あるあるだと思うけど。もう一個ミッション行っておきますか。宇宙への発射は前回やったので、まあ、エリート5とかももう行けるようになってますね。ワンチャンありだな。ドロップゾーン行きますか、これ。プロトシンソイド再生プラント。行きましょう。エイムがインヒューマンの実験を行っているテリジェン研究ラボをレジスタンスが発見しました。彼らの研究資料も欲しいですが、まずはエイムの研究ポットにアクセスしなければなりません。私がシステムをハッキングするので、ラボのメインアクセスポイントを守ってください。スパイダーマン、このテイクダウンアップグレードを注意が必要です。やっぱ取った方がいいよね。再生パック落とすようになるとか、回復の手段ドローンで持ってるんだったら固有オーブかな。ハットに表示された位置へ連れて行ってください。このスキルの、ちょっとマスター覚えちゃったんですけど、先にヒーローオーブ、固有オーブは、まあ、固有ゲージを貯めるやつなんで、ヒーローオーブを先に当てようか。どこ行った？あ、ヒーローオーブ出るのいいね。あ、これはスパイダーマン使うんだったら早めに取っておいた方が良かったかな。まあ再生パックでもいいと思うけどね。これは悩ましいところ。正直ドローンをデバフとか違うオプションにして、再生パックにした方が多分いいかもしれない。どうだろうな。正直アビリティでも全然 OK ですね。まあそこは使用感を見て個人個人で決めてくださいみたいな感じかな。セキュリティの回避には時間がかかります。コントロールポイントの範囲内でエリアの安全を確保してください。スパイダーセスビリビリ。もうドローンしかない。大丈夫だ。アイアンマンにやられたアザを記念に取っとけ。ドローンカモン。ウェブテザーを設置設置。でもこれね、結構時間制限すぐ来ちゃうからな。もっと時間が必要です。ほら、敵を入れないでください。だいぶ蹴散らしたぞ。了解キャプテン。キャプテンになんか言われると鼓舞されるよね。トシ、最初のファイアウォールを突破しました。全速で処理しています。邪魔しないで。よし、二人撃ち落としたぞ。ざまあねえな。ちょ、お、おい、おい、おいっす。あと少しで終わります。持ちこたえてください。いいよ。
やったか。うわー、後ろに、後ろにめっちゃいいんじゃん。ブラボーブラボー、これぞアベンジャーズの力。いいですね、スパイディ強いんじゃない。やっぱこうしてみるとテイクダウンをうまく活用していくというのがね、スパイダーマンの魅力というか強さになってくるからね。レジスタンスがラボの研究ポットへアクセスできるようになりました。インヒューマン研究プロジェクトに関する新しい情報を検証し、より多くの味方を助けることができるかもしれません。まあ、ということで今回はアイコニックスーツというマーベルアベンジャーズのオリジナルスーツを使ってミッションやっていきましたが、結構ね好きなデザインですね。これはトニーに一緒に考案というかしてもらったんかな。ちょっとそこも気になりますね。まあ、ということで皆さん、また次回は何だろうな、他のキャラクターと会話してみるとかちょっとやってみようかなと思います。それでは皆さん、また次回。グッバイ。